前節9位に浮上した好調ファジアーノはラモス監督率いる岐阜をホームに迎えました。前半11分、上田のパスを片山が落として瀬能、最後は後藤のゴールで先制点を奪います。これで波に乗ったファジアーノ、前半24分、瀬能から清水とつなぎシュート、これは惜しくもポストに弾かれます。そして後半24分、上田のクロスを瀬能が胸で落としたところに押したに、その後岐阜に1点を返されますが、守備陣が踏ん張り勝ち点3を奪いました。これから、どんどん順位が上に行けるように、1試合1試合大事に頑張っていきたいなと思います。